はい、どうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということでですね、本日の動画なんですけども、まあもうサムネ見てもらったら分かるんですけども、即キワしました、はい。ライデルですね、ライデルもうね、速攻極みにしましたよ、こちら。はい、こちらですね、もう速攻極み。あのね、なんでかっていうと、めちゃくちゃ使いたかったんですよ、ライデル。このスプリットになったことによってどうなるんかなって、間違いなく大会ではね、僕ね、このね、球のスピードが速いっていうのはもうマジで有利なんで、そこにこのね、中途半端な縦スラと、まあ、スプリットがあるということで絶対強いんで、で、耐えピンチがついてるんで、ピンチに耐えしてる場面でも登板させれる、全然問題なく。うん。で、この超伸びと、この剛速球で、相手のミートと、そのパワーをバランスよく下げれると。いやー、まあ、強いんじゃない？うん。なのでね、ちょっと使いたすぎて、早速極みにしちゃいました。すいません。ちょっと松坂投手とか、いろいろ、おっしゃる、おられるんですけども、先にちょっとライデルやらして、うん、なので早速ちょっと軽く称号チャレンジだけいこうか。請求 B に乗したい。ということでライデル、まあこれはちょっとさすがに極意書なしでいきましょうか。あんまり極意書今ねちょっと貯めてるキャンペーン中なので、毎回貯めてるけどね、誰に使ってるんやと。はい、あーえ、請求下がったん、きちー。じゃあ早速ね、抑えていきましょうか。はい、ライトね、ちょっとバレンティン今日使おうと思ったんですけど、やっぱり太田さんにします。うん、いきます。はい、ということで、あ、スタンプオフのまんまやった。お願いします。明日明日の動画からおそらく僕挨拶変わります。はい、おととい、この動画が出てるおとといかな、おとといの生放送でちょっとね、僕負けちゃいまして、罰ゲームをね食らうことになりまして、名前はねまた明日の動画楽しみにしておいてください。はい、オープニングツイッターの名前と、あと YouTube のそのオープニングが名前変わります。1週間で、しかもきついわマジで。いやほんまね嫌やねんけどね。ナイスボール。これね、山本由伸投手のこの高速スライダー、インコース右打者打てないよこれ、ほんまに。これ多分ね、超高速フェードもだいぶ厄介よこれ。これね、うん、いやちょっとタイピンチ背負ってほしいな。ライデル出したいんでね、できれば2回から出したい。リードボールを持っています。はい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 、これちょっと背負わなさそう。まあね、ちょっと最近マジでリアタイがね打てなくて、その昨日のその一昨日の生放送もそうですけど、ちょっとみっともない姿を皆さんにお店散らかしているので、本当にねリアタイはちょっとやらないといけないね。回数こなさないとやっぱり感覚は戻らないよ。ナイスバッティング。ってことでね、もうすぐね引っ越しなんですよ僕。引っ越してからちょっとリアタイのその生放送で100連勝企画、100連勝っていうか、まあ生放送でのリアタイ企画っていうのを進めていきたいと思ってますんで、引っ越ししてからねまたやりたいと思います。はいはい、ナイスバッティング。下手ではないよ、うん、下手ではない。はい、ミスさん先ほどは鮮やかな。さあこの勢いをこのまま続けることが、いいね、ちょっと打率また7割目指したいな久々に。いや今日ねこのギャレット投手が打てるってことはね、マルティネス投手も打てる疑惑あるんよな。え、これ超える？ヤンキーやば、あの辺り超えるもやばい。ギャレットもだってそんな、まあストレートまあ106、そうでしょう。ギャレット打てるってことは、ギャレット打てちゃうとちょっと希望がなくなる部分あるよね。若干なんかネタバレされてる感じがあるわ。はよ、さあ最近の動画見てるかチェックですよこれ。僕の最近の動画見てくださってますか。あ、元から見てないですね。はい、あれです。え、ストライクじゃん。さあツーボール、ホームラン打っちゃおう。あいよー、あー、よし、じゃあライデル行こうか。はい、行きました。顔そっくり、投げ方がねちょっとあれやけど、まださ、あまず初球ストレートから入ろうかな。じゃあ161、はい、そしてスプリット、はいはいはい、で同じコースにトゥーシーム。あーしゃー、伸び剛速球ついた時の高めって打てないんじゃないこれ。どうなのこれ。マルティネスがバファローズ打線の前に立ちはだかり、インサイド落ちました。いやーちょっとライトのなんかさ、また守備が悪くなってるような気すんねんけど、プロスピー。あ、出たタイピン。そう、どうなる、ここストライク入るんかな。このピンチを切り抜ければ勝利が待つ。はい、えぐい。なるほど、そうですよね。はい、えぐい。サクチェ。はい、あ、え、何それ、何それって言っちゃった。いけ、これストライク。ナイスぞー。あー、さ
またタイピン出た。あー変えられる。あータイピン外れた。ちょっとまずいな。嘘。あー危な。それ返すな。まさたか、まさたかそれ返したあかん。あんな浅いフライを返すのはダメでしょ。さあスピリッツの暴力で掛布さんのパワーが50台。さあしっかり抑えて。はい、ということですね、ちょっとね、超高速フェードでやろうと思って、今、しゅんささんにね、あのツイッターであの募集しました。ほんならもう3秒ぐらいで入ってきましたね。はい、すごい。しかも名前も似てる。さすが、ツイッターも通知オンにしてるんかな。うん。では、早速、これでね、あのライデル・マルチネス試したいと思います。あの、上沢投手もついでにちょっと試したかったのもあるんで、超高速フェードなんで、大会ルールなんで、もうすぐ多分、おそらく大会来ると思うんでね、ゆうさん、お願いします。もう名前一緒やな、これ。何してんねん、何してんねん、何やこれ。初めてやこんなバグ、どこで中断しとんねん。もう一回募集すんのだるいて、ちょっと。いやーこれ、あー来た、帰ってきた、帰ってきた。あーオッケーオッケーオッケー。さすがにちょっとかわいそう。達人までやってるやん、めちゃめちゃやってるやん。さあリボンもしっかり持ってると。何してんのこのちょっとちょっとちゃんとあのネット環境整えてきてよ。撮影リズムが悪くなっちゃうからね。ありがたいけど協力してくれてるから。何これ、相手がネットワークに入った。ちょっともう何これ。さあ気を取り直していきましょう。じゃあまずフォークから入ると。超高速フェードやから、俺も多分打てないからねこれ。まあまああのバッティングよりもマルティネスのねあの動画なんでね、はい、マルちゃんが打てればいいんで。よいしょ。じゃあ丸ちゃんが抑えれればいいんで。上沢投手やっぱ超高速フェードは強いんかな。いやこれはこの抜け方多いな。さっきのランク戦もこの抜け方あったよね。さあもう出しますね、出しますね。さあいきます、マルチネス。さあ超高速フェードは強いのか。この方もおそらく初見でしょうね、超高速フェードのマルチネスは。それ抜けるんや。まあ、今のはちょっと外角はミスだ。さあどうしようかな。タイピン出たから、うん、おしょ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 し。あーいやこの方うめえな、うまいうまい。あ通用しないなライデル、これ相手の方打率何割か分からんけど、これ通用しねえなこれライデル。超高速フェード、これが1球目。おしよ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 し。ツーシームやっぱ貼られるんかな、うまい方には。ああ OK。 あまあまあ2点か。はい、これちょっと意外と打てました。はい意外と打てて2点取れたんやけど、ちょっとライデル試すんでカットしてると思います。多分おそらくバッティングはそんな見たくないでしょ。ライデルの検証動画なんでね。ナイスボール。いやいいよいいよいいよ。いやーうまい。ツーシームやっぱ通用せえへんなこれ。さあ2球目は何か。おしょ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 し。やばい、もう体力ない。どうなんやろな、この方の打率ちょっと知りたかったな。今日僕の体感多分6割前後ぐらい、5割は絶対超えてる多分。いやきっちり役割をね果たしたい。こんなにね超高速フェードでストレート合わせてくる方ってなかなかいないんで。あうまい。いやなんかちょっとショックやなあ、もう体力ないわ、もう。あ終わります。ちょっと最終回の打撃だけお見せしようかな。ファイターズビッツ用のボールには気をつけたいですね。そうです、もうここは何が何でも点を取っていくしかありません。初球打っていった、一塁アウト。We'll be right back.